結局一番好きな白 T は何ですか？僕悩んでてそれ買います。系統があるんですよ、系統。白って200色あんねんってアンミカさんが言ってたと思うんですけど、白 T もね、いろいろあるんですよ。まあ、500種類くらいあるんですよね。まあでもちょっと肉厚で丈夫なものが欲しいっていうんだったら、この無印のロバンテ天竺編みなんちゃら T シャツが僕は一番好き。で、パックティーみたいな感じで、もう消耗品的な扱いでいくんだったら、コストコのパックティーが良くて。で、まあ自分で作ってるからっていうのもあるんですけど、前のキネマで作ったクルーネックのパック T シャツ、まあ3枚で1万とかするから、高いんだけど、それは僕的には一番柔らかく作って、シルエットも綺麗に作ってるから、まあ、それかな。肌着、インナー、一枚着、万能に使えるのはそれ。で、一枚着特化がこの天竺編み。コストコに関しては雑着。なんかもうボロボロの古着の T シャツに合わせるとでもいいし、なんかもう気にしないって。確かあれ5枚で、いくらだっけ ?2500 円とかだよね。5枚入りで2500円とかなんか破格なんであれ。で、シルエットとかも割といいんで、それくらいかな。あと、島村とかもいいんだけどね、なかなかその、通販できんのか知らんし、島村は。あと、ユニクロ U の T シャツも良かったな。まあなんかそんな感じで僕的には4種類くらいの提案をさせていただきました。